憎めないんだよね。人。
今日皆さんいかがだったでしょうか。楽しんでもらえましたか。うん、楽しんでくれてるといいな。次回はね、またあの動物じゃないコキアの、そうね、動物じゃない曲に戻ってまたワントゥワンライフォーユーをお届けしたいと思っております。でもこの動物シリーズは実は楽しいだけではなくて、私たち人間が忘れてしまった直感的なこと、本能でもっとみたいな、そういうところを動物たちが教えてくれる、そんな気がしています。子供の頃に秘めていた魔法のような自由な表現、心を忘れないでほしいなと私も含めていつも思っているんです。最後になりますが、どんな大人もこんな素晴らしい子供時代を過ごして大きくなったんだよねということを思い起こさせてくれるクジラの親子のお歌をお届けして、今日はお別れしたいと思います。素敵な夢を見てください。どうもありがとうございました。Thank you.
ステイホームの時間をもう少し